ははい、いおはようございますあのもう一つね、あの面白い動画を見ても最近ドハマりしてます。この,この,この信織田信長さんですね、あの戦国武将の、えー、あれをモチーフにしてね、えーその、なんかこう、いろいろと風刺的なあのことをやってる動画なんですけどあ、それだけじゃなくてね、なんだっけ、信長さん、実際の信長さんが、 あの意外と知られてないけどあこんなこともやってたんだねとかね、えー、いうふうなことなんかも紹介されててあと家康さんとか秀吉さんとかをね <laughs> 面白おかしくなんか言ってたりしてこれ面白いですねあのこんなんやるとあの学生さんなんかもあ 日本史面白いかもねなんて思うかもしれませんね。だから年代あ、あの、なんだっけ、<laughs> 暗記だけするあの、歴史とかって、つまんないもんね。<laughs> 本当に。<laughs> と思いつつ、こあれは面白いなと思って、えっ、ー、と、えー、あの、なんか長ざる毒なもんで、なんかやりながら、ニヤニヤしながらき見てたり、聞いたりするんですけど、今回ののはね、もうお笑いしながら見てましたけど、あの、信長さんが、その、 タイムマシンによって現代令和の,のこの世界にやってきてねああだこうだあーといこうまああの戦国時代と今ではまあ全然違うので違うんですけどなんかでも鋭くなんかこう現代を風刺しててあ面白いというのはおおこれほんと笑えますよこの今回のやつ、えー、信長選挙に出さらってんだけども。 あなるほどこれは鋭いとこついとるわなみたいな感じでねあのリンク先貼っときますんでよかったらあのご覧になってくれてとっても面白いです大受けしてます面白い面白いって感じ <laughs> 何を受けてるのかってあの興味があったらご覧になってくださいそれじゃあ